もう構わないで。話くらい聞いてくれたっていいじゃん。ねえ、君らもお金好きでしょ。女の子だから得できるいい仕事いっぱい紹介するよ。しつこいです。いい加減にして。そうカリカリしなさんなって。そうそう、お茶でも飲みながらさ。さあさあ。いた、やめて。あんたちょっとやりすぎじゃねえか。これは障害っつんだぜ。落とし前つけてもらわねえとな。話なら聞く。その代わり私一人で。面白え。よし、お前は行け。待ってて、すぐに助け呼んでくるから。あんた根性あるじゃねえか。気に入っちまったぜ。話はホテルで手取り足取りじっくり聞いてもらいてえな。この雨下手に出てりゃ息になりやがって。兄貴。なんです。どうです、こいついい女でしょう。楽しませてもらってからビデオに撮りゃいい金になりますよ。そうだ、兄貴もお時間あればご一緒に。姉ちゃん、遊びはここまでだ。この人誰だと思ってんだ。あ、天下の魔人。え、君はここに。先生、でも。あ、先生。あんた、誠さんに何する気だ。あ、違うんです。今すぐ彼女から離れろ。違うの、この人は助けてくれて。いや、彼女は私の患者だ。なんや先生って、医者かいな。惚れとんのか。何？どうなんや。何よ、急に。そのげんこつがそう言うとる。でも男が一旦げんこつこしらえたら、そのけじめは取るもんや。どうなんや先生。お前、彼女に指一本でも触れたら。喧嘩なら相手が悪いで。あんた人殴ったらあかん。それにけじめのつけ方は喧嘩だけやない。けじめつけてくれや、俺のためにも。ん？あんたの？ええからさっさと答えんかい。彼女はああ見えてついこの間までずっと目が見えなかった。だから彼女にはまだ周囲に慣れる時間が必要で。で、どないやねん、惚れとんのか惚れとらんのか。
愛している。医者としてではなく、一人の男として。俺は嘘が大嫌いやで。嘘じゃない。彼女に話したことさえないが。なら早よ言うてやらんかい。ねえ、そばでちゃんと見とけや。しっかりせ。大丈夫でしたか？何かされたんじゃ。何も、全然平気です。そうか、よかった。あの人、悲しそうな目をしてたな。でも先生、あの人と何を話してたんですか？いや、あの、そうだ、今から少し話する時間ないかな。